この時間はゲストを招きしています本日東証一部に新規上場した株式会社気分食品代表取締役社長筒美博さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまあ非常に馴染みがあって知ってるという方も多いかと思うんですけれどもありがとうございますどのような会社なのか事業内容からご紹介いただけますかはい気分グループでは食を通じておいしさと楽しさを提供しお客様の明るく 健康な生活に貢献するというビジョンの下食に関する3つの事業を展開しております1つ目が国内食品事業です水産練り製品や惣菜、おせち料理などの食品の製造と販売すり身などの水産品や農畜産品などの輸出入と国内仕入れ販売を行っておりますこの事業は連結売上げの約7割を占めております 二つ目が、食品関連事業です。主に、チルド食品を中心としたロジスティックス事業と情報システム事業、食品安全衛生、検査自宅事業などを展開しております。連結売上げの約2割を構成しております。三つ目が、海外食品事業です。カニ風味かもぼこを中心とした水産練り製品や、糖質ゼロの面上製品などの 食品の製造販売魚肉スリミナルの水産品農畜産品の輸出入および仕入れ販売を行っております現時点での連結売上高は約一割を構成しております次にご覧いただきます内容は当社が販売しております主な商品カテゴリーですさつま揚げやはんぺん 風味かまぼこなどの水産練り製品をはじめチルドの餃子ワンタン中華まんじゅうなどの中華惣菜ヒット商品である糖質ゼログラム麺を中心とする小麦粉などを使わない免状食品さらにちいちくや魚菓子揚げなどといった当社のオリジナル商品そして和食文化伝統文化の検証にもつながるかまぼこやだて巻きや おじゅ詰めなどのお正月製品ですスーパーやコンビニエンスなどで一度はご覧になったことがある商品も多いと思います売上の主力である水産練り製品は高タンパク低脂肪な食品であり良質なタンパク質を手軽に摂取できるヘルシーな食品として昨今改めて見直されておりますまた練り製品以外でも健康志向の高まりを受け食物繊維が豊富で 糖質オフの糖質デルグラメンなどが好調に推移しておりますはいえー、では続きまして、えー、業績について教えていただけますでしょうかはいえー、こちらが当社のグループの連結業績の推移です連結会計を始めた2019年3月期からの業績で2021年3月期の数値は3月8日に発表いたしました業績予想のものです 2021年3月期におきましては新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中国内外とも飲食店向けなどの業務用市場向けは売上利益とも大きな痛手を受けています。一方で家庭用市場では内食需要の増加に伴い健康志向や勧弁志向賞味期限延長への要望にお応えする製品を投入したことで 売上を確保しさらに生産性の向上やコスト低減への取り組みが走行しグループ全体としては増益となる見通しですこれらの取り組みは一過性のものではなく継続的なプラス要因として今後目標すると考えておりますはい。えー、では続きましてえー、御社の強みについて教えていただけますでしょうか、はい、それでは当社の強みをご紹介いたします 企業よび商品として全国レベルで認知いただいている「気分のブランド」水産練り製品だけでなく中華総菜や糖質ゼロラーメンなど多彩な商品を生み出す商品開発力流通のお客様と直接取引を通じた販売力新鮮なチル製品を全国各地にお届けする生産物流体制そして40年以上にわたる 海外での拠点展開とネットワークこれらの5つの強みを最大限に活用し国内外の市場に対しプレゼンスを高め企業活動を展開し今後の成長につなげていく所存です。はいえー、強みということで挙げていたただきました、えー、それでは、えー、ここからの事業展開ということなんですけれども、はいえー、成長戦略はどんなことをお考えでしょうか。はい それでは今後の成長戦略をご説明いたしますまず今回調達した資金は主に生産性の向上や自動化精進化に対応した生産設備省エネルギー化や食品ロス削減などの環境負荷を低減する設備に対して投資し糖質ゼログラム面に代表される健康志向に対応した製品等の 展開拡大を図りますまた海外でのカニフミカボコの需要拡大など成長が見込まれる商品カテゴリーの生産ラインを拡充し供給能力を増強いたします成長戦略ではこれらの投資を通じて国内事業の安定成長と海外事業の拡大を全体の方向性としています既存製品の改良と 新商品の投入健康感レシピ簡便性等の情報発信を通じてユーザー層を拡大させ新規生産設備の導入と既存の生産設備の更新による生産効率と原価率低減を実現しさらにロングライフ化など食品のトレンドへも対応力を強化しつつ年々売上を確実に成長させるとともに 営業利益率の向上を図り創造と改革を通じ成長性と収益のある企業グループになることを目指しております続きまして事業カテゴリーごとの成長に向けた取り組みをご紹介いたします国内事業ではこれまで構築してきたブランド力を武器に時短簡便に加え減塩糖質オフ アレルギー対応などに適した健康感のある製品の展開とユーザー層拡大のための情報発信を強化し市場のシェアの拡大を図るとともに生産効率コスト削減により利益率を改善し収益拡大を目指しています。また食品関連事業ででは主力であるロジススティックス分野において IT と物流の 高度な連動のさらなる強化を行い、共同配送など多様な選択肢をバランスさせ、環境負荷に配慮したロジスティクスビジネスを推進し、かつこれまで培ってきた気分グループのゴウハウを外反してまいります。最後に、海外貯金事業ではグループ全体の成長ドライバーとして位置づけております。高品質・健康志向の高まりに加え、 新調するアジア、欧米市場を中心に、カニ風味かまぼこや、北米では商品名、ヘルシーヌードルで展開する糖質ゼロラム麺を戦略商品として、現地の食文化、食トレンドを捉えた製品の展開により、事業拡大を図ってままいります、はいえー、グローバル企業に向けて進んでいくということですね。はい、そうですわ、はいえー、かりました あのぜひお伺いしたかったのが、はいあの、御社のような歴史のある会社が、はい、あのこのタイミングで上場ということなんですけれども、はい、こう何か計画ですとか、えー、まあ目的ですとか、えー、その辺あれば教えていただけますでしょうか。はい。あの当社は今年創業84年を迎えました。80周年3年前になりますが、80周年の時に事業を行っておりまして、今後の気分グループの100年というものを考えた時に。 創業の志でありました日本からグローバルビジネスを展開するんだという趣旨をですねもう一度貫徹し100周年の時には見事に花を咲かしたいという思いで今回上場という手段をですね取りまして実現に向かっていきたいというふうに考えております。 100周年というと2038年ということですね、はいはい、そこに向けてということですね、はい、あの御社のウェブサイトを拝見するとあのヒストリーというのが、はい、あの掲載されていて、はい、あの平安時代の食文化なんていうところから掲載されてましてですね興味深く拝見したんですけれども、はいはい、ありがとうございます、えー、そして、えーまあ、今後の成長に向けてということなんですけれども調達資金に関しましてはこういった ご紹介いただいた設備投資ですとか、はい、そういったところに当てるというご計画でしょうかそうですね、えーと、既存の生産設備の更新、それから新規の生産設備を発注をしてです、ね、より多くの方にです、ねえー、共感をいただけるような商品を展開していきたいというふうに考えておりますそしてもう少し時間がありますので、海外のところを少しお伺いできればと思うんですけれども、はいはい、こちらが今、売り上げ高だと、 10%ぐらいですか。はい、あの今後のま数字の目標だとか、あの地域的なターゲットですとか、はい、海外のことについてもう少しあのご紹介いただけますでしょうか。はいはい、えっ、ー、と15%、構成比の15%を目指して事業を展開していきたいというふうに考えております。現在アメリカ、それから東南アジア、ヨーロッパ、中国等でですね展開しておりますが、今後アメリカ、中国といった地域がですね。 強化されますので戦略商品として位置づけておりますカニ風味かまぼこと糖質ゼロラーメンのヘルシーヌードル、この2品を戦略商品としてグローバルに展開していきたいというふうに考えておりますやはりグローバルに関しましても健康志向というのは一つ、特にアメリカでは日本以上にです、ね、健康志向のブームが来ているというふうに感じておりますので、それに先駆けてです、ね、展開をしていきたいというふうに考えております。 わかりましたはい。では最後に番組をご覧の投資家の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうかはい。先ほど申し上げました通り当社は創業84年を迎えましたこれまで支え続けていただきましたステークホルダーの皆様に対して改めて感謝申し上げたいと思います本当にありがとうございました気分グループでは社会の一員として持続的に 良い社会を作るという SDGs の目標を達成することを、えー、頭に置きながらさらに企業価値を向上していきたいというふうに考えております当社の社税で,であります感謝即実行のもと食品製造という成り合いのもとで自然に感謝をするということを忘れることなく新たな企業価値を培っていきたいというふうに考えております これからも気分グループは新たな価値を創造し皆様の期待にお応えできますよう先進してまいりますのでこれまで以上にご理解ご支援をお願いいたします。あありりががととううごござざいいまましした。た、はいえー。今日は